神戸市交通局線1 5 0系電車広島電鉄線1 5 0系電車広島電鉄線1 5 0系電車は1971年に神戸市電より広島電鉄に移籍在籍中の路面電車車両である。神戸市電時代は神戸市交通局線150系電車を参照。1971年3月の神戸市電廃止に伴い最後まで ツーマンカーとして運用され保存車になった1155号を除く1150系7両を広島電鉄が購入。廃止翌日から570系及び1100系の譲り受け者と共に順次輸送されて整備を行い、一部車両については代車交換を行い、同年11月にワンマンカーとして工事終了車より順次竣行、営業運転を開始した。 運用開始当初は、神戸時代の前乗り中振り方式を、広電方式の中乗り前を折り方式に改めた程度で、外部塗装などはそのままで、ほぼ原型を止めた形で運用開始。上渡当初は1158号だったが、同年12月6日に、欠馬も埋めるために1155号に改版された。1981年に、方向幕の電動、大型化が、 全社に行われた。1983年に三菱電機の直流交流変換駆動方式 CU77A 集中型で冷房改造され、全社冷房装置を一気乗せた形状になった。1980年代頃は正面塔周辺に他社と同様に黄色の筆型の警告マークが書かれたが、90年代頃に消去された。また、その頃は、 広告電車としても多く使われていた。しばらくはこの状況で運用されていたが、1997年にプリペイドカードの機械を設置した時、出口が狭いことで乗降に時間がかかることや、他の車両に比べて収容力が劣り、さらにパワー不足であることから、廃車対象車種になり、 1998年3月2152号が、1999年5月2151号が、2000年3月2155.1157号が、2001年3月2154号が、2003年3月2153号が、廃車になった。2001年に自己廃車になった1 0 5号を引き継ぎ、1156号が2代目のハノーバー号になり、 保存者のような形で1 3 5号系統で朝ラッシュを中心に運用されている。ありがとうございます。